幼いレイナと藤本マリノの藤原、あ、間違った、ごめんなさい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 、レギュラーレギュラーじゃない、久しぶり、久しぶり、年明け一発目だからちょっと、ちょっと勘弁してください、もう一回、そっか、もう一回、テイク2、テイク2です、はい、いきますね、はい、幼いレイナと藤本マリノの藤原ラジオ、本気で喋っていい、綺麗に決まりました。あ、あそこはカットされる予定なんで。え、何の話？あ、そっか、ごめん、ちょっとごめん、幻覚が聞こえたかも、ごめん、はい、すいません、はい、はい、ということで、はい、皆さんこんばんは、はい、本日パーソナリティを務めます入社3年目幼いレイナです。そしてゲストはこの方、入社5年目藤本マリノです。よろしくお願いします。お願いいたします。 お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。すごくで、もう何回目？10回目です。10回目、はい、記念すべき。そうなんですよ、2桁突入しました。結構みんながいろんな姿を見せているという話は聞いてます。はい、見たことありますか？あの堤さんが涙した回ヤマケンと、はいはいはい、衝撃を受けました、はい、ありがとうございます、はい、ということで、あのこの番組は私たちフジテレビアナウンサーが素をさらけ出すをモットーに YouTube と YouTube ミュージックで配信をしているラジオ番組です。ゆくゆくはいろんなポッドキャストでも配信していけたらと思っております。おということです。はいすごくなんかさ、はい、幼いちゃんと2人で仕事することってまあまああるじゃない。そうですね。だけど気まずくない気まずいですよね。そのプライベートで仲良くしすぎて、はいはい、わかります。そのいざ仕事でえ、お二人って仲いいんですよねみたいな感じでこのはいはいはい、言われるとなんか呼ばれるなんか、うん、そういうことじゃないんだけどみたいな、そのけどつみたいなこのムズムズした感じ何なんだろうね。そうですよね、うん、ちょっといろいろなんかさっきもさ二人仲いいんですよねって言われて、はい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 、困らない、困ります。ああそうですねえ、どう、みんなどうしてるんだろう。そうなんです、私たちすごく仲が良くて、いやもう嘘、ご飯とかも結構行くよね絶対行ってないやつですなんか嘘っぽいよね、こういうとね、はい、どうしたらいいんだろう。何なんですかね、なんかこういう時どうする、今後決めよう、決めます、そのなんか仲いいんですよねって言われた時になんて返す。まあ仲悪そう困るよね。困りますね。どうしようか、なんか一回ゆいさんに、あ、二人本当になんかずっと何言ってるかよくわかんない話してるよね言われました。言われるよね。言われましたね、うん、なんかはいすいませんみたいな確かに平気で1時間とか普通に喋ってます、ね、喋っちゃう会社で。うん、そうだね。あとさ、年越しのタイミングもずっと LINE してしてましたなんか、あ、そういえば年越すね、今年もありがとう、あ、そういえば明けましておめでとうございます。3分後ぐらいに明けおめでさーみたいなしれーっとスタンプだけポーンって送って、はい、でさーそうでした。懐かしい。もう一緒に年を越したと言っても過言ではないですね。そうだね、これは仲良しですよ。仲良しだね。それ言えばいいです、一緒に年越したぐらいなんで。なんかちょっと違うちょっと違うか、うん、これはちょっと違います、ね、これはちょっと違うけど、確かに確かに、そうだね、なんて言おうかね。でも私結構、うん、あのマリノさんに聞きたいことを今日考えてきてて、お、意外と私、うん、なんかマリノさんと仲いいって言われてる割には何も知らないなっていう風に思ってたんですよ確かに中身のない会話しかしてないもん、ね、はい、なんで、うん、マリノさんが休日何してるかとか、うん、どうやってなんかその仕事の合間忙しい時になんかリラックスしてるかとか知りたいなって普通に、仕事の合間でも知ってるじゃん私がさ、仕事終わりにさ、仕事終わりにバレエ行ってるの見てるじゃん。そう、でも一回しか見たことなくて、あ、確かに、なんで あの後本当に行ってるのかなって、ちょっと行ってるよ行ってるよ、行ってるんですか。何ヶ月前、2ヶ月くらい前から昔やってたクラシックバレエを復活させまして、そうだから目覚ましが終わってみんなとこう喋ってる間にこう自分でチュチュチュってお団子作ってこれからバレエ行ってくるって感じで行ってる。本当にかっこよかったです、あの時、あの時の幼いちゃんがずっとあれさ、本当かっこいいです本当に本当に
ってずっと褒めてくれて嬉しかった。なんか、うん、やってる人って感じで、やってる人って感じだった。あと大人になってからそういうなんか、うん、まあ、習い事じゃないですけど、うん、そういうとこ行くないじゃないですか、うん、確かにジムとかじゃなく、うん、だから本当になんかその勇気というか一歩踏み出す決断力めちゃくちゃかっこいいと思ってめちゃくちゃ褒めてくれる嬉しい。いやでも感覚としてはジムと変わんないわけ、はいはい、私にとってはね、はいはい、でジムだとなんか自分一人だと続かないの、うん、ジムが本当に続かなくて、自分がやって楽しいことの方が続くかなと思ってバレエ踊るの大好きだったから、はい、やったら続くかなと思ったら続いてる。すごい。そう週1ですか、週2か、そんなに、そう行けたら3みたいな。そうストイック。明日も行くよ。本当ですか、うん、明日見られないマリノさんの。あそうだ、ね、まとめてる姿。そうだね、明日も行く。た写真ください。うん、それは送らないけどでも本当にかっこいいです、うん、そう。あとピラティス、あ、はいはいはい、そうピラティスは昨日2クラス受けて、2時間。今日も行くんですか？筋肉痛、うん、あ、筋肉痛。今日も行くんですか？今日も行く。で明日バレー行くんですか？うん、すごいですね。そう最近なんか運動っていいなと思って。ああそっち系に行ったんですか？そっち系。どっち系？運動系に行ったんですか。いやでも言ったっけ？何ですか？すごい心の健康が保たれてる気がする。でも筋トレやるとなんかメンタル強くなるみたいな。うん。本当なんですか？わかんないけど体を動かすと、うん、嫌なこと忘れる。そうついついさ家に一人でいる時間が長いと、うん、余計なこと考えちゃうじゃない。わかりますわかります。もう私さ気を抜くと日常生活とかでも先輩に言ったあの一言失礼じゃなかったかなとか思っちゃうタイプなの、意外と。嘘。思っちゃうタイプで、はいはいはい、結構その辺こう気にしいだからそういうのがなくなった。いいですね、うん、ちょっと私もそういうタイプなんで。いやそう気にしちゃうよね。めちゃくちゃ家に帰ったな。あそう、ちょっとしたこと絶対気にされてないんだけど、例えば先輩とね、はい、2人とかで、はい、2人とか3人とかで、はい、電車で帰ってさ、はいはいはい、先に降りた時に、はい、どうする。あー露骨に待ってる時、私、ま、待ってる時代があったら一旦、はいはい、分かります。ずっと待ってると例えばせいかさんとかもういいからみたいなでもなんかここで帰るのもなんか違う気がしてどうすればいいんでしょうみたいな、早く閉まってみたいな。そうでそういう時に限って全然閉まらないのドアがでなんかずっとハスハスこのハスがすごく苦痛みたいなない？いや分かりますけど、マリノさんがそっち側だったとは意外です、うん、いやそうなの、すっごく気にしてて、最近やってるのはあえてエレベーターの前に行ってエレベーターを待ってるふりしてっていう。え気にしすぎじゃない気にしすぎかな、やば行きづらそうですねそう意外となんかそういうタイプなの。知らなかったです。そうだからこう運動するとそういう余計なこと考えずに済む関係なくないですかそれもそれはもう性格上のもん。嘘。いやでも本当にその一人反省会の時間が減ったの。嘘。えめっちゃやりたいです私も。そうだから今すごく元気、心が元気じゃなかった時がある。元気じゃない、なんて言うんだろうな、ここまで元気じゃないっていうか、そういうなんかこれがないってことですか、うん、波が。そう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 、そんなに暗い人間でもないんだけど、はい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 、元から別にそんな、うん、そんなに暗い人間でもないんだけど、あじゃあちょっとギア上げてあれなんですか。そうもう家のドア開ける時のこうギアキュッ。あ、家から、家というか人に会う時、はいはいはい、からギアグン。すごい、だってあのマリノさん本当にメイク室から元気なのがすごいたまにね、なんかメイク室前に元気ないとびっくりされる。あーはい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 、まあ、こう藤井さんにいじられる幽霊みたい本当に元気ないとすごく暗くなっちゃうの。うーんでそれがやっぱり人にこう不快感を与えますと言いますか、なんか日本語おかしくなったけど、考えすぎですよ。いやすっごい暗いとやっぱ怖く見えるんだって。あーわかるかもしれない。そう私のなんか顔なのか雰囲気なのか分かんないけど、
そう昔から結構その暗いと怖いみたいな、暗いモードの時になんか怒ってるんだと思ったとか言われるからそうなんとなくそれを改善して今こういう感じ。そうなんです。高校生の時とかとちょっとこうキャラ違うんじゃないかな。わかんないけど、はいはいはい、大学生の時にね、大学1年生の時に初めてテレビに出たことがあって、はいはいはい、それのオンエアを、まあ、見るじゃん、はい、そしたら自分があまりにも暗くて、暗い早口何言ってるかよくわからない怖いみたいな感じだったのに衝撃を受けて、そっからだね、変わったの。変われるんですね人って。うん、もうね、もうすごいよ、見せたいくらい本当に。そんなにですか。ちょっとモノマネできないけど、なんかこんな感じ、こんな感じでずっとなんかこういう感じでずっと喋ってて、怖いと思って、もっともっと語気強かったから、この暗さで語気だけ強いみたいな。確かにそれはちょっと怖くて、うんうんうん、変えようと思って一生懸命変えて今に至ります。はい、すごいなんか涙ぐましい何かがちょっと待って、違うなんかすごい尊敬します。いやいや、なんかすごいな、大丈夫かな、すごく闇を感じる。いやもうイメージアップですね、もうイメージアップかな、はい、闇を感じ、大丈夫ですか。いやいや全然全然です、私はなんか本当、はい、すごい、あこの人無理して明るくしてるんだみたいな思われるのも違う。元気は元気なんです、はいはいはい、元気は元気なんだけど、はいはい、その表現をちゃんとこうするようになったっていう話なのと、あの言っても気にしいではあるよっていう。お家ではどうなんですか、一人でお家でいる時はどんな感じなんですか。テレビ見ながらニヤニヤしてる。わもう TVer ヘビーウォッチャーなんだけど、はいはい、TVer のだいたいバラエティのランキング上からずっと見てるかな、家で。で半身浴が好きなの、あだから半身浴しながらずっと見てあやべ、闇、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな、喋れば喋るほど闇が。そうだね、普通の質問したしてるわけじゃない。そうだね、はい、そう、あそうなんですね。結構そう半身浴で、ちっちゃいこのぐらいのさキューブみたいなアイスあるじゃん、はいはいはい、ああいうのをちまちま舐めながらTVerのバラエティを見て笑ってすごい楽しそうで、楽しそうかな大丈夫かな、なんかも最近あ、はい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 、お花をね、はい、ちゃんとすごいなんか急に取り返しに来るじゃないですかまあまあまあ、はい、なんですけど聖火を飾るへようにしてて、だからほら火曜日だと今日もそうだけど、はい、お花コーナーがあるじゃない、ありますね、であのお花ってさ我々いただけるじゃないですか、はい、それをものすごくたくさん持って帰るようにして、すごい本当に、そうプラス、はい、自分の家の近くのお花屋さんでもたまに ちっちゃい500円ぐらいのミニブーケとかを買って飾ってる、うんうんうん、女子力、そういやなんか元気が出るよお花があるとですか、うん、生きたお花いいね。あそう、結構ドライフラワーとかはもともと飾ってたりしたんだけど、やっぱこう聖火飾るって、うん、やっぱなんかこういいなと思って、こう常に今こう元気な聖火を飾って生活するんですよ。丁寧な暮らしですね最近のテーマ。でも半身浴も丁寧な暮らしです。そうそうだね、だから今丁寧な暮らしを心がけてます。運動もして、確かに、でほらオンエア後にさちょっとお弁当とかも持ってきちゃったりするじゃん。そういうことですか。丁寧な暮らし、あすごい取り返しに来てるそれは本当なの、それは本当なんだけど、だから誰しもがさね、一つしか要素持ってないわけじゃないじゃん。そうですね、みんないろんな要素があるわけじゃん、うんうんうん、そうですねだ 無理かなまあまあでもそうですね。そう今だから丁寧な暮らしをしてる私も本当、うんうん、元気な私も本当、たまに暗い私も本当、すべてスノーマリオさん、すべて私いい感じに収まりました。藤アナラジオ本気で喋っていい。
近さ、はいはい、MBTI 診断ってさ、あした？はい、しました。何だった？EN なんとかかんとかでしょ。INFP だった。携帯にメモってる。ちょ見ていいですか？もちろん。IN メモってるんです私。INFJ でした私。INFJ って何？わかんない。どんな性格なの？マリノさんはどん？私 ENFJ。ENFJ 性格。そう。良心的で責任感が強く熱意を持って理想のために突き進むエネルギーを持っています。やったいい、すごくいい。人を引きつける方法を生まれながらに理解している。天性のカリスマ。本当ですか？すごい調子乗っちゃうでも、確かになんかでも、ね、その、はい、ENFJ の人の性格こんなのみたいな。はい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 、はい、結構多分その元気だけどちょっと言われたこと気にするみたいな書いてあって、本当だ、当たってると思って。心配性。そう、本当だ、緊張しやすいとか書いてます。そう、自己肯定感はそれなりに高いけどすごく厳しいですみたいな書いてあって当たって当たってますみたいな。あ、そう、すごい。だから最近その性格を見るのにハマってて。面白いですよね。面白い。おさないちゃんは IN？ あ、私 INFJ ですね。ちょっと INFJ。 あ、でも E 以外一緒ですよ。 NFJ 一緒だ。だから合うのかな、かもしれないですね。 INFJ は、うん、インドアだと I なのかな。そうですね、うん、内向的で繊細な性格ゆえ、うん、人前で自分の意見を主張することがあまり得意ではありません。お、当たってるんですよ当たってるんだ。当たってるんだ。私本当に苦手で、うん、内向的で独立的な性格。もう独立してるじゃないですか。独立してる。ちょっと私たちのあれ調べましょうよ、うん、相性。相性はどうする。相性悪かったら。あ、恋愛じゃないですもんね。恋愛じゃない。相性これでいいですか。うん、いいよ。非常に相性がいい。ロマンチックペア。ロマンチックペア。やったじゃん。やったやったすごい相性がよく。へえ。内向的、あ、この内向的外向的なマッチは MBTI 全体の中でも最も相性がいい。すごい。これだ。これです。これだ。わ、仕事で仲いいんですよねって私たち MBTI 一番相性がいいんです。これだこれだ。これでいこう今後。よし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 、やったやった。なるほど、だからだからだ。すごい納得しました。いや、なんかさ、予定決めるときとかお店決めるときとかすごい迅速だもんね。だってマリノさんがいや、だからだ、それも性格なんだよ。ああ、そう、あの書いてあった。ああいうお店とか、ね、バーって候補送るのがすごい。本当にババババババってババババババって送って選んでって、はい、めちゃくちゃ助かりますもん。そう、でもさなちゃんがポンって選んで、はい、いや、そこで何でもいいよって言われるのも嫌な性格なの。ちゃんと選んでくれるじゃん。はい、そう、選びます。で、選んでくれて、で、ほら、お互いどっちかがさ、はい、予約するねとか、予約しときますとかなるじゃん。楽だよね。楽ですね。楽。もう本当に、お店選びが私一番嫌いで、なんであんまり人と行かないんですよ、ご飯に。マリノさんは本当にもう、お店を5つぐらい、ババババババってある。すごい本当に。そう、駅だけ、どこの駅にするの、はい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 、駅だけ決めてバーって行っていろんなジャンルね。そうです、いろんなジャンル本当に焼き鳥イタリアンとかいろいろ送ってからこれがいいですって。いいよね。そこが早いのがすごい私は助かる。うん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 、はいはいはい。そう、なんかそこでさ、どれにしよう、これもいいよねって言われると、こう確かに早く決めよう。ここまで絞ったんだからさって思っちゃうタイプだから、すごい楽なの。パーンって決めてくれる。嬉しいです。いや、そういうところだと思う。やだちょっと。やだちょっと。なんかもう相性いいのバレちゃいましたね。ねえ、バレちゃったね。ねえ、もうね。公式にもね、バレちゃってどうしよう。照れる。ウケる。いや、でもなんかそういうのにハマってんの最近。あ、ちょっともうちょっとお話ししましょう、今度。MBTI について。はい、MBTI 診断の話。ネット見ながら。そうだね。いや、それが いろんな人の気になってさ、あんましないよね。しない、あんまり。世の中では結構流行ってるイメージがあるんだけど。はいはいはい、みんな知ってるんですかね、皆さん。どうなんだろう。みんなの知りたいよね。知りたいです。ちょっと今度。ね。ぜひ。いや、どうだろう。聖火さんは E だと思うの。ああ、まあ確かにわかります。
生田さん愛かな。愛絶対愛だ絶対愛な気がします。生田さん愛かな。いいではない。ヌーさん絶対いいでしょ。絶対いい。ゆいさん絶対愛。藤井さんは愛。藤井さん愛。藤井さんどっちだろう。分かんないです。どっちも。で藤井さん一人でいたいか。あでもゲームとかするときは友達とやりたくないって言ってましたよ。あじゃあ愛かな。愛かもしれない。うん、すごい。ほらもうこれだけでこんなに盛り上がるもん。楽しい。やってもらおう。ちょっと先輩たちにぜひちょっと、はい、やってください。まあまあ時間はかかるんですけどそこをなんとか、そう5分から10分ぐらいお願いしますって言ってやりたい。今度やりましょう、ね、目覚ましファミリーの MBTI 診断。 YouTube なりそうですね。なんならあその企画書出す、はい、企画書出しますか。いいね、いいね。出そう出そうでもなんならさ、あなんならさこれですよ。これです。こういう感じです。やっぱね、はい、ロマ、なんだっけ、ロマンチスト関係、なんだっけ、最も相性がいいんで、そう、最も相性がいいから、はい、いいよいいよ、ごめんなさい、年変わんないからね、なんか、藤原、それはもういいじゃないですか、藤原の YouTube でも、全然、うん、確かに、MBTI、MBTI 診断して、なんかその、相性いいグループとか、はい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 、で、ちょっとお話しさせる、やりたい、で、相性悪いグループでもお話しさせる、やりたい、それをモニタリングしましょう。なんかあと同じ MBTI であるあるとか。確かにそれいいですね。ね、それいいかもしれない。ENFJ あるある。はいはいはい。やりたい。楽しそう。え、いい。え、ちょ、やりましょう。やろう。やりましょう。企画書を出します。企画書を出しましょう。いや楽しい絶対。絶対いいです。流行りにも乗ってますし。うん、確かに。ちょっとやりましょう今度。やろう。やろうやろう。新しい企画もよかった、立ち上がりました、立ち上がりました、よかったよかった、我々の相性が最高なことも見つかりましたよかったです。こ、返事に困ってたことも解決しました。よかった、完璧。フジアナラジオ、本気で喋っていい。イメージと真実の間、よいしょです。こちらのコーナーはリスナーの皆さんが思っている藤原たちのイメージが合っているかどうか分かる範囲で確認していこうというコーナーになっております。はい、今日は藤本さんのイメージがたくさん来ておりますので紹介していきたいと思います。来てる、もうバラバラバラ、もうこれ以外にも来てます。来てる、本当、はい、厳選です。ありがとうございます。パパパっといっちゃうんで、はい、いきます。ラジオネーム、りゅうくんパパさん。りゅうくんパパさん、はい、目を開けたまま寝てそう。はい、合ってます続いてタックチックさん、はい、タックチックさん、服の襟袖が可愛いやつにこだわってそう。襟袖が可愛い、あ、最近袖がほらこういう広がってる袖が可愛いなと思って。 あとリボンですよね。襟ボンは気がついたら、リボンは気がついたらいつもいつもじゃないですか。襟は気にしてないけど袖は気にしてます、はい、いつもリボンなんですよ、マリコさんもそれでなんかリボンが被ると被りました言うじゃん。私もちょっと着たいんですけど、気にしなくていいよさあ続きまして、はい、藤本アナ、お掃除や洗濯はきっちりやるのに、お料理で調味料入れるときは目分量で適当に入れてそう。ラジオネーム、バンナーさん。掃除も洗濯も適当です全部適当でした。全部適当です、はい。引っ越してまず最初にドラム式洗濯機とお掃除ロボットと食洗機を買いました。やる気ないじゃないですか。やる気ありませんいいな食洗機、はい、羨ましい。続いて、ラジオネーム、パタリロードマリネール、マリネール48世さん。なんてパタリロドマリネール48世。絶対早口言葉にしてない。え、本当に存在する人いや、わかんない、違うパタリロドマリネール48世、ありがとうございます。48世さん、休日は朝5時に起きて10キロランニングしてからピアノを2時間弾いてそうピアノは弾けないんですけどピアノはちなみに、小学校の2年生ぐらいまでやってて、練習が嫌になってやめちゃいました朝10キロは走りませんが、朝8時に起きてバレーに行きます。うわー、やっぱちょっと当たってますよ。なんですかその活力、わかんない。しかも、 もう家から歩いていくの。あ、はいはい、それ距離で言うと3、40分歩く。そんなにですか。そう、3、40分はこう運動がてら歩いて行って、2時間レッスン受けて、そっから3、40分歩いて帰るみたいな。すごいみたいな休日を送ってるんで、半分当たってます。間違いじゃない、うん、続きまして、ラジオネーム、つかちゃん@物欲王さん、はい、
実は目覚ましテレビの放送前に当日のスマイルチャージの練習を徹底的にやっていそう。やってません。かっこ出なければあのズバ抜けた面白さはありえない。いやだからそのなんでかな、なんでこうなったのかな。いやすごいですもんマリノさん。いや本当に言われた通りのことをやってるの。右の口角上げてくださいって言われたら右の口角上げてとか、言われた通りのことをやってるんだけど、気がついたら 120% ですもん。いや基本何でも 120% タイプではあるんだけど、表情筋が 120% なことはこのコーナーで初めて知った。そう本当にすごいですよね、うん、あ私 120% 動くんだ。そんなに動くんですね、うん、あじゃあスマチャで知ったんですね、うん、スマチャで知った。顔が柔らかい、うん、ありがたいですよ。ありがたいんですか。今日のやつはでもあんまり面白くなかった。あんまり面白くなかった。いやでもちょあれはもうあれじゃないですか。そう、ね、もっとなんかどんなの、口角上げ系とかですか。もうめちゃくちゃ上がりますもん。片方ずつ上げてください。でそっからのウインクしてください。ちょあーちょっとダメかもしれないダメかもしれない。目覚ましの偉い人から流さないでくださいって言われるかな。ちょっとウインク NG かもしれない。我々ウインク NG なんで。そうね、我々ウインク NG、はい、そう葵ちゃんがさ加入してくれたおかげでできる人が、ウインクできる人がありました。ありがたいですね。聖火さんもできないんですよね。誰もできない。たまにあるよね、スタジオで誰もウインクができません。あります、あります。そういう時に限ってじゃんけんだったりするんですよね。そうするよね。さあ続きまして、はい、ラジオネーム横浜のうなぎさん、はい、私これ一番当たってると思うんですよね、うん、屋台食フェスの会場で膝の上にたこ焼きともつ串のパック乗っけて缶チューハイグビグビやってそう。それ当たってると思うんですよね。やめて。うわーでもあー当たってるなー。やってますよね絶対。やってる。いやしかもたこ焼きともつ、うわ好き、うわすごい、いや当たってる、当たってる、缶チューハイグビグビです。え、そんなイメージなんでバレたのかな。分かる、そのさあカメラ回ってないところではさ、はいはいはい、結構そういう感じじゃない、はいはい、そうですね、あんま隠してないんだけど、はいはい、一応カメラの前では隠すようにしてたのよ。はいはいはい。え、どっかで言いました。別に言ってないですか。言ってない、え、言ってないと思う。そんなそんなお酒好きキャラは出してない。そうですね、全然出してないよね、はい、そう大好きね、え本当にそう、もうあの去年のね誕生日に宮根さんからも誕生日プレゼントいただいて、はいはい、ミスターサンデーの番組からもお誕生日プレゼントいただいたんだけど、はい、どっちもお酒だった。あーすごい。宮根さんすごくなんか4本ハーフボトル4本セットのワイン、すごい。これを一人で飲めると 大思い出みたいな量だ。もう飲んじゃったんだけど。え、嘘嘘。え、ほら10月30日だよ。え、それにしたってですよ。いや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 、やだな。こっちがやだなですよ。でサンデーはあの焼酎をいただいて、はいはい、そっちはまだ飲んでない。あ、よかった。そっちはさすがに飲んで。これからですか。うん、これから。これから、うん、1ヶ月くらいでですか。そんなことない。けどワインが好きで。あ、はいはい、ワインが好きなんですよ最近。そうなんですね。そう、で家の近くにさ酒屋さんっていうか、うん、あのワインとか売ってるところがあって、はいはいはい、まあよく買います。一人で飲んでるんですか。一人で飲む時もあれば、あと家族が、家族も好きなのワイン。あーいいですね。だからで、月に1回か2ヶ月に1回ぐらい母親がよく東京に来るんだけど、うんうんうん、ってなると、はい、あのお肉をホットプレートで焼きながら、はいはい、ワインでもつ鍋臭くなると。そう、もつ鍋、もつ鍋パーティーをこの前友達とやった時は、はい、焼酎だった。あー絶対お酒は必要なんですね。酒はそうだね。そう、うん、そう結構人をうちに呼ぶの好きで。え、なんで呼んでくれないんですか私のこと。めちゃくちゃマリノさん家行きたい。ほんと、はい、じゃあ来る。え、いいんですか。一回ね、みなみちゃんが来たことあるよ。あ、ほんとですか。そう、いいな。うん、なんでか忘れたけど、なんか来るとか言って。結構でもまだみなみちゃんが新人くらいじゃないかな。あ、そんなに。結構前ですね。そう、と私の入社同期の子と3人かな、はい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 、でうちでなん
何食べたか忘れたけど、はい、うん、今度お邪魔したい、うん、いいよ絶対。そんな広くないけど。いやいやもう関係ないです、マリノさんの家に行きたい。あ、私のあのいっぱいお花がある自分で言って恥ずかしくない、大丈夫大丈夫。玄関入った瞬間に笑うと思う多分。そんなに、うん、今あの先週もらったスイートピーが、ね、あーすごい、まだまだですか。そう、私なんか切り花用のなんかあるじゃん、薬剤みたいな。え、そうあるんですか。あの切り花がその水に入れて、はいはいはい、へー、そう刺すと切り花が元気になりますよみたいな栄養剤みたいな、はいはいはい、もう買ってんの。え、すごい。でちゃんと毎日水変えてその栄養剤みたいなのに入れてやってるの。すごい、あれながらすごいすごいです、うん、サミでしてますね。じゃ あ, あの今月中に行きます。今月中今月1月も終わるよあと1週間くらいです、ね、来週になっちゃう、ね、来週になっちゃいます、うんうん、ちょっと日程調整しよう、お願いします、うん、ということで、はい、以上、はい、マリノさんのイメージいかがでした。そう、なんかいろいろバレてるなという感じはしましたね、うん、結構分かってらっしゃいますね、はいはい、スマイルチャージは準備してません準備はされてない、はい、あのまま、はい、本番行って、はい、全力出す、はい、こんなことになると思ってません取材とかにさ、はいはいはい、行くとさ、取材先でさ声かけていただくことが最近すごく増えて、はいはいはい、すごいありがたいなと思うんだけど、はいはいはい、この前ねお母さんと娘さんがいらっしゃって、はい、わマリノちゃん本当に好きなんです、うちの娘がマリノちゃんの変な顔がすごい好きでって言われてあ変な顔すごい、その悪気のない言葉が一番刺さりますね。そう、なんて返していこうかなあ、ありがとうございますいやもういいんじゃないですか、そっち方向で、そっち方向で、はい、変な顔担当、はい、やだよ。いやもうだって有効に活用しないといっぱいないです。そうだね、でも十分なんかこうもうそれで覚えていただいてるなって最近思って、スマチャファンがいるんですね。そう、だから変な顔してる人多分思われてる私の最近の世間イメージは目覚ましテレビで朝から変な顔してる人一定数いそうですよね、うん、いると思うよく言われるでもいいじゃないですか、そうだね、ていただそうだね、だいたいだいたいそうだね、うん、あ、目覚ましテレビ見てます、なんか顔が面白くて褒めてるのかな、うん、いやありがたいんだけど、うん、ちょっと複雑な、ね、複雑なところがありますね。次のコーナーに行きたいと思います、はい、次のコーナーイケボです。これアナウンサーにかっこいい声、まあ、イケメンボイス、イケボで言ってほしい言葉を募集して、うん、ゲストに言ってもらうコーナーとなります、はいはい、私はもう聞き役に徹しますので、え、そうなの、お願いします。え、言わないの。言わないですよ。でもほら私よりイケボに詳しそうじゃない。いやもう聞く専門です私え、ずるくない、聞く専門なんで。え、イケボってだって私そのえ、女性なりのイケボってこと。もうだからマリノさんが思うイケボ、私が思うイケボな、はいはい、じゃあまずこちらから、何これ。で、ラジオネームハッピーロードさん、はい、これどういうこと、これはこれを読んだらいい、はい、イケボで、イケボで、はいこれ、え、ちょっと恥ずかしいコーナー、いや、全然え、みんなどういうテンションになってる。あ、三宅さんとかはもうかちのイケボで、さんそうだよ、ちょっとお茶飲ませてやる気満々じゃないですか。もう一個あるんで早くお願いします、ね、いや本当あそんな感じ、はい、低音がちょっと最近低音があんま響かないんだよな。うんどういうことですかこれは何の準備ですかじゃあ、うん、イケボと可愛い声だったらどっち、萌え声だったらどっちがいいですか。萌え声もいけます。萌え声もどっちでもいいよ。どっちが聞きたい。じゃあ萌え声でいいですか急にオタクになる萌え声高いの。高い、頑張ってみるね、はい、マリノさん声高いんでいけるか、うん、本当、はい、よし、目閉じてます、はい、心があったかいから僕は寒くないよ。なんか違うな。いや可愛いですよ、めっちゃ。なんか違うな。なんか違かった。なんか違うな。マリノさんの中では2個見ってください。じゃあ、うん、元気系で、元気系で、はい、元気系の萌え系で、うん、む、OK、はい、OK、 いちごのショートケーキが一番好きだな。おなんか分かんない、え、萌え声って何
可愛い、可愛いです、めちゃくちゃ。合ってる？はい、合ってます、合ってる、はい、合ってる。じゃあちょっともう一つあるんで、うん、オッケー、はい、お願いします。はい、おふざけお兄さん推しのアイーさん。はい、大丈夫これ、大好きな生田アナウンサーに言ってもうそれはイケボで言ってほしいんですけど、もうイケボでもいいですし、うん、マリノさんが思う生田さん風のイケボでもいい。生田さん風、一旦髪の毛をちょっとバラバラにする感じでちょっと癖毛になる感じで、ね、あ、なるほどなるほどなるほど、癖毛イメージ、癖毛ですからね、生田さん、生田さんに怒られないから生田さんといえば癖毛なんで、癖毛をイメージしてねはいはいはい、成人おめでとう、これからも仕事頑張ってねちょっとわかるでしょ、わかる、生田さんがこれを読むならこういう感じで絶対読むと思うの、はいはい、え、すごいですね、特徴絶対絶対こうだと思うえ、めっちゃ生田さんっぽいっぽかったよね、はいはい、これちょっと自画自賛、すごい、ちょっとえ、思ったより生田さんっぽい、そう、多分ちょっと正解もいつか、あ、そうですね、うん、生田さん読んで、うん、読んでほしいですね。だからそのおふざけお兄さん推しの愛理さんは目を閉じたら多分ちょっと生田さん、生田さんになるかもになるかもしれないですね、うんうん、多分ということで無茶振りのコーナーでした、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたマリノさん何でもやってくださいませ120% だからね、 120% で本日は以上となりますが、はい、いかがでした本日はいいんですかこれでいいんだと思います多分、こんな回もあるんですか、こんなそのほぼほぼ飲み屋さんみたいなえ、でも大体そうですよ、だって大体こんな感じ、ヤマケンと東中の会は東中がほぼほぼ爬虫類の話をしてました。あー、だからそんなもんか、そんなもんです、そうだね、はい、それよりは結構皆さんに興味深いだと思いますよね、うん、マリオさんの意外な一面、そうね、ちょっと MBTI 診断というのちょっと流行りの話もしてみちゃったりして、うん、いいと思います、まあいっか、はいはい、楽しかったですありがとうございます、はい、来てくださって、はい、よく最後にですね、あのメールが、はい、国母ホームランさん、はい、資格試験頑張ってとエールをいただけたら幸いですということで、まあ、ちょっと試験の期間だったりします、うん、確かに、から2月とか、確かに3月とか、うん、なんでちょっと一言エールを、エールを頑張ってる方々に、あ、もうじゃああれですかね、みんなにっていう手でいいですかね、わかりました、はい、じゃあ、はい、お願いします、資格試験を控える皆さん、そして受験生の皆さん頑張ってください、はい、頑張ってください、いやもう本当に大変ですよね、いやでも個人的にやっぱり一回失敗、失敗も成功もこう経験してる身からすると、はい、なんかさ、こう万全な状態じゃなくてもなんとかなるよっていうことと言いたくて、私その成功した方の受験は熱が39度ぐらいあったの、その試験、試験で、二次試験、嘘、39度ぐらい出てて、でもやっぱ火事場のバカ力なのか、やっぱそれまでの1年の頑張りがあった体もあると思うんだけど、それでもなんとかなったから、そう、なんとかなる、みんな、そうなるんですね、そうか、うん、やっぱ本番でグッて出し切れば、多分萎縮しちゃうより、確かに、そうできるってこう、そう信じ込んで、そう、私もその時もしかしたらもう熱出てわけわかんなくなって、もうはぁみたいな感じでやったからうまくいったのかなっていう気もしてるの、はい、今、はいはいはい、そういう気もしてるから、はい、なんかさ不安なこととかあると思いますけど、あります、ね、なんとかなります、お頑張ってください、自分を信じて、ありがとうございます、もうそのエピソードは本当に心強いと思います、はい、受験生にはありがとうございます、はい、ということで今回もたくさんのメールありがとうございました、フジアナラジオのメールの宛先はフジアナアットマークinfo.fujitelevi.co.jp、フジアナアットマーク info.fujitelevi.co.jp、 フジは FUGI、 テレビは、J-I、なんて言いました今、 G FUJI、 テレビこれで間違いないね、大丈夫大丈夫、 J-I、 テレビは TV です本日やった企画以外にも募集しておりますので詳しくは概要欄をご確認ください、はい、こちら、はい、ということで本日は幼いレイナと藤本マリノでお送りしました、ありがとうございました嘘でしょ、もう一回やってみよう。
一応何のね、何かのためにありがとうございます、はい、まで本日はガリコ、本日はガリコ、はい、ね、うん、本日は幼いレイナと藤本マリノでお送りしました。ありがとうございました。あれ相性ぴったりのはずで、あれそうだったよね。皆さんありがとうございます。皆さんじゃ皆さん、はい、すいません、どうもありがとうございます。はい、いただいて、いきますね。本日は幼いレイナと藤本マリノでお送りしました。皆さんありがとうございました。完璧、完璧です。しゃべっちゃう。このラジオが面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。藤アナ、藤アナラジオ、本気でしゃべっていい。ちょっと違ったな